TTB ネットワーク。ひょろひょろじゃねえか。手も足も出ないってだ。離してください。やめてください。父ちゃん、こいつで間違いないよ。そうか、お前だったのか。俺の可愛いせがれにガン飛ばしたやつは。ガンを飛ばしたんだって、そんな。なんだ、お前ガン飛ばしてねえのか。ってことは、俺の可愛いせがれが嘘をついてるってことだよな。父ちゃん、僕嘘なんてついてないよ。信じてよ。おかしいな。せがれは嘘をついてねえって言ってるんだよな。それは、ちょっと睨みました。おいおい、いやいや、さっきと言ってることがちげえぞ。すいません。なんだ、はい、お前は見た目通り二枚舌の嘘つきか。父ちゃん、父ちゃん。なんだ、父ちゃん。なんださっさとこんなやつ殺しちまおうよ。許してください。待て待て、そう焦るな。こういうバカには教育が必要。おい、父ちゃんが教育熱心で命拾いしたな。ありがたく思え。はい、おい、はい、何でしょう。お前は、はい、蛇に睨まれたカエルということわざを知ってるか。はい、知っています。じゃあそれはどういう意味だ。それは非常に恐ろしいものを目の前にすると身がすくんでしまい、うん、動けなくなるという意味です。お前は頭がいいな。その通りだ。おい、はい、褒めてるんだぞ。はい、喜べ。はい、ありがとうございます。ただしこのことわざには盲点がある。盲点だ。どうだ、わからないか。はい、わかりません。じゃあ教えてやろう、はい、このことわざでは、はい、蛇に睨まれたカエルという瞬間的な状況しか説明されていない。もっと簡単に言うとだ、はい、カエルが蛇に睨まれたところで話が終わっているということだ。それは一体どういう意味ですか。その後カエルがどんな行動を取ったかは書かれていない。ちょっと待ってください。さてここで問題です。ちょっと待って。蛇に睨まれたカエルはその後どんな行動を取ったでしょうか。1、蛇をボコボコにした。ちょっと待って。2、蛇を八つ裂きにした。3、蛇を半殺しにした。助けてください。はい、今週の水曜日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます、そしてお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今週の男の恋愛談義はですね、はい、B さんを迎えての、うん、はい、この ABTV ネットワークのダークホースですよ、はい、ダークホース。いや、なんかね、はい、A さん、猫犬田さん、小木龍さんってね、みんなキャー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 言ってるんだけどね、はい、意外に隠れファンが多いんですよね、あなた。いや、そんなことないですよ。人気ないですよ、全然。いや、それなんだよ。何？いや、それなんだよ。なんだ、その謙虚な姿勢がさ、うん、もうモテに行こうとしてんだよ。してない。そのがっつかない感じがモテに行こうとしててすごいいやらしいんだよね。いや、そんな、ね、そのモテに行こうなんてしてないって。いや、してるよ。その自分あんまり見せずにさ、そのなんか影のあるキャラみたいな感じ。いや、そんな、やだ。いや、俺もやだそれ。あとさ、もう一個言う、うん、いいよ。ごめんね、なんか急に入ってきて。いや、何なんだよ。あのさ、そのツッコミっていう立場を利用して、うん、その自分が正論言ってますみたいな、あれね、なんかそういうところムカつくんだよ、ね、ムカつくわかるわその感じ。何なんだよお前たちは。恋の魔法。